ホタルが出ない季節にホタルが現れるということはこのホタルは現実のホタルではないということなんですねこのホタル、現実のホタルではないということですで、もう行ってみましょう、うん、ここで倒れているのがですね、セータですねセータがですね、えー、あの倒れているのをエが見つけて何か見つけます、しゃがんでますで、何かわかんないのですねそれを放り投げます置いて放り投げますそうすると、それがドロップ感だとわかって地面に落ちて 周りにホタルがふわーっと光り出して、そのホタルの光の中から聖子が現れる。こういうふうな流れになっているわけですね。で、えー、このシーンですね、不思議な矛盾があるんですよ。っていうのはですね、冒頭のセリフ、一番最初、このホタルの墓のですね、一番最初のセリフはですね、えー、聖太のモノローグで、昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。 っていうところから始まるんですよ。で、舞台となっている神戸でですね、ホタルが見えるのはですね、5月の下旬からですね、6月末まで、7月の上旬でギリギリぐらいなんですよね。つまり、9月にホタルは現れないんです。で、緻密な計算と完璧な取材で知られる高畑監督がですね、こんな矛盾やるはずがないんです、ね、もしこのホタル見せたかったら、死んだ日付言わなければいいだけでですね、そこをぼんやりさせればいいんですよ。 ところが死んだ日付をは,はっきり言って蛍が出ない季節に蛍が現れるということはこの蛍は現実の蛍ではないということなんですね。で,ことで,すでもう一つですね駅員さんこの一番上のコマですね駅員さん彼をですねちょっとクローズアップにしてみましたどんな行動をとってるのかするとまず最初ですね「えー、何やこれ」って言ってセーターの死体からですね カンカンを取り上げる。無理やり指で開けようとしてるんですね。今、親指で開けようとすると。そうすると、痛って言って、もう指を見ています。痛って言って指を見ています。でその後、指をこうチュー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 吸ってるんですね。これ何かっていうと、サクマドロップのまあトゲかなんか金属の引っかかりかなんかで、指を怪我して血が出たんですねで。血が出てその血を吸っているという描写が、 ここの三つのコマ連続でよーく見るとあるんですよ。つまり聖子がですね、なんであの後投げた、あの投げられた缶の後、ホタルの中から現れたのかというと、血を吸ったから復活したんですね。ホタルは現実ではなくて怪異現象、いわゆるオカルト現象だということがわかります。そしてそれを引き起こしたのは何かっていうと、兄が死んだから、真珠が成立したからっていうのと同時に、自分の骨が入ってる缶が血を吸ったからっていうことでもあるんですね。 えー、聖太はですねその節子が死んだ防空後に二度と戻らなかったんですけどもしかし節子があ死んだ時にですね骨が入っているドロップ缶を肌身離さず持ち歩いていたため節子の霊から逃げることができずやっぱ死んでしまうでその後、と聖太が死んでドロップ缶を駅員がこじ開けようとしたとすると、えー、節子の霊はですね抵抗してで駅員の指に噛みつく。 そこで血が流れて血を吸った聖子の、あ、節子の霊が出現して聖太の霊をですね、やっと死んでくれたお兄ちゃんの霊を迎えに来るって話なんですね。あの、冒頭に正確に日付を言わせることでですね、その後で季節外れの蛍を見せて、で、駅の痛いっていうですね、で、あと指を舐めるっていうアクションを わざわざ入れてから、その後季節外れのホタルが出てきて、節子が復活するっていうですね。このように、この話は怪談ですよと。怪、ま、談、あ、っていうのは怖い話、ホラーということですね。というお約束を丁寧に丁寧に踏んでいるんですねで。しかしですね、ミルガーが、これは戦争で死んじゃうかわいそうな話だっていう先入観で見ちゃうと、こういう本当に細かい冒頭でやってる、あの、丁寧な演技をですね、見ずに、まあ、見方は歪んでしまうんですね。 ま、ここら辺もですね、あの気をつけて、もう一回、えー、なんだろう、DVD 借りるとかですね、あとは、あの DVD 買うとかでですね、ホタルの墓見ていただければありがたいと思います。もし、あの劇場でやるようなことがあれば、ジブリ時々そういうのやりますけれども、絶対見てください。本当に、ものすごい引き込まれますから。